御礼神道一年三千五条同士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 御
てまつるところ、太平は人類和合、不動安穏、人類信心、安寧なしめたまえ、されてご本尊ご神言に、阿弥陀仏建祖阿伽阿弥陀仏建祖阿伽阿弥陀仏建祖阿伽西不動空行へ災厄東洋主上異国洋仏上音楽を唱えました。小賀子様、誠にありがとうございました。皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、第6回 4.3 大使日本の誇り、和の精神の世界へ、訪問祭事を開始いたします。私は司会進行役の東直と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の大使です。本プロジェクトは日本の平和思想、和の精神を国内外に発信する平和活動を行っている任意団体です。平和活動の一環として17条憲法が制定されたとされる4月3日にちなみ、宗派を超えて全国の寺院で平和祈願を同日開催する運びとなりました。まずはじめに本プロジェクト代表宮本達彦よりご挨拶をさせていただきます。先ほどは表で呼び込みをさせていただいておりました。10時開始って言っておきながらまだ始まらないのかなと思われていらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけども、この後、こちらの竹本大樹先生は世界的な書道家でいらっしゃいますので、どうぞご覧いただけたらと思うんですね。で、その前にもう少しだけお付き合いください。代表挨拶今から読み上げさせていただきます。国際社会が2030年までに達成すべきものとして、国連は17の項目を定めました。近年よく聞かれる SDGs のことですが、これを達成しなければ人類に未来はないというとても深刻な達成目標です。ところが、世界が一致団結してこの問題に取り組まなければならないのに、パンデミックやウクライナの問題によってその足並みは乱れています。 SDGs の概念を探ってみますと、その根底にあるのは
循環と調和と寛容の精神を一言で言い表す日本の和の精神に他なりません。まさに1400年前に聖徳太子が表した17条憲法第1条の言葉です。しかしこの精神は日本発祥というよりも自然の摂理から導き出された東洋思想を一言でまとめたものとも言えましょう。自然界に調和が保たれているのは全てが循環しているからです。水の循環しかり、食物連鎖の循環しかり、そこに例外はなく私たちの思いさえも循環していると言います。それを言い当てた先人の教訓に人を呪わば穴二つということわざがあります。相手を憎み負の思いを抱き、そのような行いをすれば自然界の循環の法則に従って必ずそれは本人に返ってくるというものです。所詮私たち人間も地球すなわち自然界の一部でしかありません。ですからこの自然界の法則に逆らって我欲を押し倒そうとすれば必ず破綻します。今世界を巻き込むウクライナ問題によって国際社会は負の連鎖という悪循環に陥っています。この悪循環を断ち切り好循環に正すことができるのは和の精神の3番目にあたる寛容、すなわち許しの心です。許しとは何も裁かず罰も与えないという意味ではありません。全てを客観視してどちらにも偏らず重要な立場から原因を探った上で慈悲の心を持って物事を調整するということです。裁いたり罰を与えたりするだけではまた新たな負の連鎖を生み出しかねません。なぜなら我欲の元になっているものも何かしらの負の連鎖から生み出されたものだからです。以上のことを踏まえて本日世界の平和と人々の安寧を皆様と共にお祈りいただけますことを心より感謝申し上げます。令和5年4月2日ワープロジェクト大使代表宮本達彦、ありがとうございました。続きまして京都市長門川大作様よりメッセージをいただいておりますので代読させていただきます。第6回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界でのご開催を心からお喜び申し上げます。この度希望される竹本大樹様をはじめ世界平和や和の精神を国内外に発信されている和プロジェクト大使の関係者の皆様に改めて深く敬意を表します。本誌では全世界の人々が人種、宗教、社会体制などあらゆる違いを超えて平和の尊さを伝え自由な文化交流を行うことを謳う世界文化自由都市宣言を街づくりの最高理念としており、今後とも市民の皆様と共に世界恒久平和の実現に向けて不断の努力を続けてまいります。結びにこの度の催しが平和への思いを一層深める契機となりますこと、並びに和プロジェクト大使のますますのご発展をお祈りいたしております。京都市長門川大作。それでは本日訪問希望をいたします竹本大樹様をご紹介いたします。竹本大樹、古代象形絵文字作家、1952年生まれ。漢字のルーツが絵文字であることに注目。現代の文字は絵、絵文字が記号化、符号化、いわば文字化したもの、また絵が抽象化したものとも言えます。現代の文字を具象化することで得られる文字の成り立ちの魅力を表現し、絵文字ならではの表情や生命感を再現し、書道界に新境地を開き独自の世界を展開しています。また古代中国、神への吉祥の問いかけに用いられた甲骨文字、
その後の聖堂記号書を用い、神社、寺院においてこれら神の理解が得られる神聖文字にて、世界平和、人類の合福を祈願し、記号活動を行っておられます。それではただいまより竹本大工様の奉納記号を開始いたします。この度の開催趣旨であります世界の平和と人々の安寧を共にお祈りください。よろしくお願いいたします。世界平和、祈願があり、和プロジェクト大使所属書家、竹本大樹。
強くお心の込めて、心込めてのご祈祷、誠にありがとうございました。それでは竹本様よりただいま書き上げられました書についてお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。古代象形絵文字作家竹本大輝と申します。本日はどうもありがとうございます。2014年ちょうど今から9年前なんですが、
こちら比叡山延暦寺様、根本中堂におきまして、今は工事中なんですが、初めて第一回目の起動させていただいて、本日は2回目になります。前回は東日本大震災の復興祈願ということで、起動させていただいたんですが、本日はワープロジェクト大使スパイ、世界の平和は私たちのさ、および世界の人々の幸せを祈願する、まあ、世の中から争い事もなくなり平穏な世になっていただきたいという意味を込めて、聖徳太子の言葉和をもって尊しとなすという四字を、こちらは六曲吟病院になるんですが、ただいま書かせていただきました。古代の文字といいますのは3300年ぐらい前にですね、中国の黄河の流域で生まれた文字なんですが、その折に、まあ、文字というのはある地点からある地点に意思を伝える手紙の役目、ある時期から後世にその時何が起こったかという、事柄を伝える歴史書の役目、いわゆる、まあ、文字が生まれました、歴史が始まりましたと言えるわけなんですけれども、最後に大事なのがその国の王が黄河の流域にある小さい小国家の国を治めていくにあたって、その国をどのように治めていけば国が繁栄し民が潤うかということを神様に問いかける、それが甲骨文字なんですが、いわゆる、こちらの神様に対する、問いかけですね。まあ、来年は豊作になれるかというような文言を亀の甲羅とか牛骨に濃くして、で裏から穴を開けることにおいてそこに火箸を当てるとひびが入る、その日々の入り方が神様のお告げである、まあ、神様をお話しすることができませんから。ということは古代の文字は神様が合理化になったということが成り立つわけで、その神様が理解されるその古代の文字、古代の文字において、我々現代の、世界の平和と人類の幸福を祈願するという営みを本日させていただきました。せっかくお参りにお越しいただいたときに、まあ、ちょっとこれも何かのご縁だと思いますから、まあ、こういう営みをさせていただくいただいている団体がいるということを、まあ、ご理解いただいて、皆様の中で世界の平和を、お祈りしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。池本大輝様、本当にありがとうございました。それでは最後に比叡山延暦寺小鴨総務部長様よりお言葉を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。延暦寺の小鴨でございます。本日は両方たちの主催から本当にありがとうございました。聖徳太子の思いが1400年の時を超えて今もなおこのようにして受け継がれており、そしてそれがまた今日一つの形となってここに現れたということは本当に尊いことだと思います。聖徳太子が一番大切にされた
法の教え、法華経に表されております妙法蓮華経。何が説かれているか、非常に長いお経でございます。朝から読み始めた夕方までかかるような長いお経なんです。一貫して説かれておるのは絶対的な平等が説かれています。すべてのものが仏になれる、その素質をきちっと備えているんです。男も女も子供も大人も、当たり前の話で三千草木しっかり用途といます。山も川も草木もすべてこの世にあるすべての存在がその種を備えているんだ。それに光を与え、水を与え、肥料を与え、育てていくのが今生きるそれぞれの人たちの、者たちの務めなんだ。そしていつか必ず仏になろう。その素質は決して上下あることなく等しく備わっているんだ。2500年前の非常に差別の厳しい、今でも厳しいですが、インドにおいてこの教えを説かれた。それが北方中国大陸を渡って日本に訪れる。でそこで聖徳太子は和という言葉でその言葉を表されたということです。調和の和でございます。調和の調というのは調べるという意味ですが、言葉が周辺あまねくという言葉です。思いが言葉となって、そして行き渡る状態、それが整うということです。それから1200年経って今もなおこの最澄様の思い、そして聖徳太子の思いがこの髭男で脈々と受け継がれております。いろいろな形の、で皆さんがいろんなバトンを持って、そして今次の世代にそれを渡そうとなさっている、この取り組み働きというのは非常に尊いものだと思います。小さな力かもしれませんけれども、必ずやいつかきちっと花を開いて、そして仏になることができる。仏の高杉を早くこっちへ戻ってきて、そういう方たちのお手伝いをする立場になる。自分が成仏して終わりじゃない、それは自分のことが違います。早くこっちへ帰ってきて、そういう方たちのお手伝いをする。もうすでに皆さんたちのお手伝いをする立場として今ここにおられるかもしれない。その尊さをしっかりと受け止めていただいて、邁進してまいりたい。私自身今日この書を見て感謝を務めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。岡本様、誠にありがとうございました。以上をもちまして第6回 4.3 大使日本の誇り和の精神の世界へ奉納祭事を終了いたします。本日は延暦寺の皆様、お手伝いいただきました皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。